アレクサンドル・ユーリエビチ・エンベルトは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ナタリア・ザビアコ、ワシリー・サダワンコは、カタリナ・ナゲル・ボルト、クセニア・オゼロワなど。2018年ピョンチャンオリンピック団体戦2位。2019年世界選手権。2018年、欧州選手権3位。2007から2008シーズンから、クセニア・オゼロワとペアを結成。 2008から2009シーズンには、ジュニアグランプリファイナルに出場するも、SP の後に棄権をした。世界選手権には、リュボーフィー・リュシェチキナ、ノダリー・マイスラーゼ組の代わりに出場するが、FS には進出できず24位に終わった。翌シーズンで、オゼロワとのペアを解散。2010年3月、タマラモスクビナの下で、女子シングルの語り投げるボルトのペアパートナーの、 トライアウトを行った。2010から2011シーズン、ペアと組んで、初めての国際大会となったニースハイで優勝。ロシア選手権で優勝したタチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組は、ボロソジャルのウクライナからの移籍後1年を、経過していなかった。そのため大会出場の権利を保持しておらず、4位だったが、欧州選手権の代表に選出され4位入賞。 2011から2012シーズンのロシア選手権でも4位。2012から2013シーズンは、スケートカナダに出場を予定していたが、ゲルボルトが人体を断裂し、手術を行った。その影響でシーズンすべての試合を欠場した。翌シーズン試合に復帰して、ロンバルディアトロフィーで3位。ロシア選手権では7位。このシーズンをもって、 ゲルボルトとのペアを解散し、新たに、ワシリーサ・ダワンコワとペアを結成し、コーチを、ニーナ・モーゼルに変更した。2014から2015シーズンのロシア選手権では6位。シーズン終了後には、ダワンコワとのペアを解散し、新たに、ナタリア・ザビアコとのペアを結成した。2016から2017シーズン、ロステレコム杯で2位となり、 グランプリシリーズで初めて表彰台に立った。シリーズでの成績は7位だったが、アリオナ・サフチェンコ、ブリューノ・マッソ組の出場自体により、グランプリファイナルに繰り上がり出場した。ロシア選手権では初表彰台となる3位。欧州選手権と世界選手権代表にも選出された。 2016年ロステレコムハイ SP での演技、タマラモスクビーナ、IAM Not A Supporter of Radical, デモリションゴールズ、ハットファイ、2012、ゼー。ゼー、AB、ナタリア・ザビアコとアレクサンドル・エンベルトは、グランプリシリーズに参加しない。ロシアフィギュアスケート連盟。2019年10月2日閲覧。ゼーゼー。 zhttps://web.archive.org/web/20171017203926/http://www.isuresults.com/.bios/.isufs00035212.htm.meet ナタリアザビアコアレクサンドルインバートありがとうございます